対峙するかのように見えるね、この国々やねんけど、大は利権の塊やからね、はっきり言って残念やけど、もっと儲かるだとしたらどうやっていうだけの話ですよ。だからより儲かるようにっていうね、全体的なことを実は考えてるかって考えてないので、そんなもんね、あんな親分ね、解雇するかっていう話ですよ。 ありえない、通常ですよ。はい、皆さんこんばんは、ヨンソです。本日は自分の兄貴にお越しいただきました。はい、おきで、こんばんは、皆さんよろしく、ありがとうございます。はい、ということで、お久しぶりにね、バリの兄貴をお迎えして、今日はですね、最新の世界情勢、はい、そして、世界経済、はい、もちろんここに日本がね、どのように絡んでくるのかっていうところのお話をお伺いしたいなというふうに思っておりまして、まずですね、最近の情勢で僕がね、マルさんにお伺いしたいなというふうに思うのは、ロシアの情勢ですね。はい、前回の放送では、ロシアとウクライナの戦争は事実上、終了してるんではないかという、そんなお話をさせていただいて、最近ロシアがウクライナ東南部の4州を併合して、いわゆる一番懸念されてた国境沿いのところを、ロシアが元の状態に戻したという、そんなような状態になってるとは思うんですけど、まずこの辺、マルさん、どのようにお考えでしょうか。もうそこはだって当初からの狙いでしょ。もともとドネツクとかね、はい、彼らが要請したことをロシアが受けたっていうようなこと、形とかね、それは普通やね。だからもともとロシアだったわけだから、もちろんロシア寄りに、それを求めている人がやっぱりより多いわけやね。で、結局投票だってね、うさんくさいわみたいな、はい、嘘つけみたいなね、言われてるけど、はい、実際行われたことは行われたと聞いてます、ちゃんとね、在住の人から聞いてます、ほんでそんな嘘くそもなかなかできんわけやし、実際7割以上が親ロシア派だったと、要するにウクライナとして独立をしたいと言った人ばかりではなかったっていうふうにも聞いてます、だからこれはこれでロシアとしては一旦の作戦成功ではないのかと、そんな風に思いますけどね。なるほどですね。じゃあもう最初の、ロシアからすると、平和維持活動という名のもとの、地域を元の状態に戻したと。そうそうそう。で、その流れの中で、ロシアの方が最近ね、その平和維持活動という名の、軍隊の派兵から、ちょっと次のステージに進み出しているような動きが見えてまして、なんとなくこうロシア対 NATO みたいな構図になってきてて、これがちょっとどんな風に進んでいくのかなっていうことで、若干この核の使用問題も含めて、大きな戦争に発展するような懸念があるんですけど、この辺はどのようにお考えでしょうか。いやー、ないな。ないですか。はい、ないな。はい、使えないね、これね。ロシアだって自分自身むちゃくちゃになりたいとは思ってないわけで、実際ね。しないね。もうこれはもうできてますね、もうね。それはもうできてますね。この間ももうね、アメリカとも話してた。あっちこっち話してんのよ、ロシアはね。はい。だからやらないね。できないね。やるだとしたら、分かってやるよね。だから、お互いが。もうそういうことですね。はい、できないわ、これ。ということは、丸さんの考え方としては、やっぱりこう、前提条件としては、ズブズブの状態にある中で、はいはい。あるね。もしかすると、何らかのことを動かすために、経済的な利権、その他もろもろの、ために何らかの形で仕掛けるってことはあり得るけども、直接的な攻撃みたいな衝突はあり得ないというふうに見てらっしゃるってことですね。ああ、できないね、それ。もうやったらおしまいなので、そんなこと。それはもうやらないね。で、ましてや風上やから、ね。はい。そんなところに向けてね、核弾道ミサイル撃ち込むかという話で、実際。はい。だはないですね。ってことは、NATO とロシアの全面対決的なものは、あまり考えなくていいというような、見解でしょうかね。考えてないですね。そんな全面対決できないよね。NATO、そんなことしたら自分のところがむちゃくちゃになるからね、経済的に。やらないですね。そんな中で、ノルドストリームの破壊とか、クリミア橋の爆破とかね。なんとなく、この輸送とか、要するにこう石油のパイプライン、資源とか、そういったものの輸送ラインをなんか立っていくような、そういったことが見受けられるんですけども、これどのようにご覧になられてますか。はい、いやいや、厳密に言ったら、ね、やっぱり海上輸送がもうずっとやってるので、はっきり言って、南側だけじゃないんですよ、ロシアはね。
だから全然びくともしませんけど、答えないです、うんうん。あれはロシア側の自作自演とかっていう話もあったりはするんですけども、あの辺はどうなんですかね、うん、どちら側が。ないない。もともとだって、あのロシアの人々しか利用使用してなかったわけで、はい、そんなことを自作自演する必要がそもそもないわけ。ということはウクライナやってますよ。ウクライナが。それは、ウクライナの、いわゆるこの過激派とかいうか、反ロシアの、まあ、勢力がしたという見方なのか、あるいは本当にウクライナというか、そのバックにつく、まあ、いわゆるそういった勢力が仕掛けたことでいうと、どちらなんでしょうかね。ウクライナ軍ですよ。ウクライナ軍がやってますよ。なるほどですね。軍がやって、はい、ウクライナの軍の、今のこのロシアに抵抗し続けるっていうところも、白旗上げた方が、まあ、ぶっちゃけた話、国民の安全とか、そういった平和を維持するためには、まあ、平和協定を結ぶのが僕は早いなっていうふうに思うんですけど、なんかウクライナがその声明を出さないっていうところはどのようにご覧になられてますか。やっぱり価格の釣り上げでしょ、いろんなことの。そういうの実際上がってるよね。だからまあ、そういったね、あるんですよ、そんなの、ね、だから結局、どん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 ね、貯めて貯めてね、ほんで苦しい苦しいね。ほんで高くていいんだったら何とかしますよのね、はい、北海からしますせとかね、こういうことですよ、うん、あ絶対ね、あの究極に高める必要があるわけで、ね、うん、そこは他のエネルギーどんどんいってるよね、電気から何からね、はい、だからどっちか言ったら、いや温度も高くていいんやなっていうね、もうこれだってイランだって同じこと思ってるわけで、実際、はい、ロシエタさんだけが思ってるわけじゃないですよ。だからざまみろみたいに思ってるんじゃないですかね、どんどんタコなれ思ってますよ。ということは、ああいった天然ガスのパイプラインが破壊されるとか、ああいった輸送ラインが断たれることによって、これから冬を迎える、まあ、ドイツとか、はい、まあ、ユーロのあの国々が、この冬を越せるかどうかみたいなところで、どうしても必要な場合は、はい、まあ、例えばアメリカから高く買うとか、どっかから高く買わされるっていう事態に発展していくっていうことですよね。はい、まあまあ、そんなイメージだよね。要するに。まあ、平行の部分を取り戻すっていうのは社会世界経済ともにも、まあ、当たり前のことやね、これは。だからね、売れ行きが悪い分は何かで取り戻しますぜっていうね、あ、そういうことはやっぱりね、ガスだけじゃないしね、オイル資源もそうやしね、もういろんな意味でこれから今後ね、まあ、高くなっていくんだろうなというふうに思いますよ。なのでそこが必要なところは絶対必要なわけで、電気買ってね、燃料燃やせへんかったら電気埋めないわけやからね。いや、本当そんな感じですね。つじつまを合わせかかると思います、やっぱり。なるほどね。ってことは、もうロシアとウクライナの問題っていうのは、やっぱり丸さんが当初からおっしゃられてたように、はい、もうある程度、デッキレースの要素が出てきてるっていうところですよね。はいはい。キーウがあるじゃないですか。ミサイル攻撃したと。いや、どこしてんのって思うやん。そんなゼレンスキーおるわけないじゃんっていう話やからね。やっぱり話し合いをせなならんからですよ。で、今日も話し合ってますよ。そこおるなよ、ここおれよ、できない。はい、まあ、そんなイメージですよ、もう。だからまあ、無差別になんかね、中弾爆撃するとか、まあ、大規模な空爆をするとこまでは至ってないですよね、ロシアとしても。いや、やらないね。まあ、ロシアとしては、まあ、目的も果たしていきながら、ある程度自国の経済も含めて、対外的な発言力とか存在もだいぶこう示せたっていうところで言うと、まあ、かなりこの利があったっていうようなところですよね、ロシアサイドからすると。うん、いや、だし、復興作業手伝うよぐらいの覚悟はありますよ、当の昔に。うん、自分、俺のとこをね、費用負担するからさ、ぐらいの、ね、もうそんなイメージですよ。ロシアとアメリカって、うん、僕から見るとなんかね、こう結果だけ見るとですよ、実際もう陰謀論みたいな話になるんで、ちょっとわからない話を前提でさせていただくと、やっぱりなんか、ロシアとアメリカだけがものすごい利益を得てるような状況、うん、僕からしたら見えるんですけども。いやいや、もう中国も仲間入れてくれ、言うてますよ、早うからね。はいはい。いや、ほんとね、そういうことなんですよね。例えば、じゃあ日本にちょっかいかけれるかいな、かけれないんですよ、本当のこと言ったら。はい、そうでしょ。で G7 が持っとんやから、株、日本株いっぱいね。さあ行くかな、ちょっかいかけれるかなっていうイメージですよ。だから NATO ってこれ G7 の代わりに NATO って出してくるわけやねんけど、それはないですよ。ロシアさんはないです。だからまあロシアとしては今そんな動きになってて、一方で今ね、中国っていう名前も出てきたんですけども、まあ中国がね、習近平さんがね、まあ、異例の3期目に突入したということで、なんかいよいよ独裁体制強化みたいな状態に入ったように見えるんですけど、うん、なんか今の中国とか習近平さんに対しては、はい、丸さんどのようにお考えでしょうか。いやー、これもできてますよ。できてるんですか、これも。できてますよ、残念やけど、これ。いや、本当そうですよ。じゃなかったらクーデターになるよ。
なんできてないだとしたらクーデターになります。もう親日の親もおらんようになる的なね、どん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 経済的圧力ね、ビンビンに伺わせるようなね、体制作りと。いやー、これもなりますよ、だから。ですよね、だからなんか中国の習近平さんもなんとなくプーチン化していきながら、かなりの権力を一個に集中させていきながら、ああいったロシアのような強力なやっぱリーダーシップというか権力体制でアメリカ、ロシア、中国のバランスをなんか取ろうとしているような、こう世界を支配しようみたいな構図に見えるんですけども、いや、と言ってもね、フロントなんですよ。まだまだ。あ、フロントそこも、はい。どう、金借り回っとるからね。だからまあ、するんじゃないんですよ。だから、より儲かるようにっていうね、やっぱりね。まあ、一部の人がですよ、もちろん。全体的なことを実は考えてるかって考えてないので。いや、本当そうですよ。チームのことを考えてるんですよ、常に。まあ、もうそんな感じですよ、進め方がね、まるで。ってことは、今のトップ、フロントではなく、そのバックにいる人たちの考え方からすると、まあ、いわゆるプーチン、アメリカでいうとバイデン、はい、そしてこう習近平、はい、この辺が、まあ、いわゆる自分たちの都合のいいように動いてくれる駒っていうことですよね。そうやな、はい、はい、そういうことですね。だから例えばね、じゃあ対峙するかのように見えるね、この国々やねんけど、はい、実際は利権の塊やからね、はっきり言って残念やけど、はい、そうでしょ、そんなとこあえて攻撃するかなっていうイメージでしかない。だと、もっと儲かるだとしたらどうやっていうだけの話ですよ。だからまあみんなそこにね、つながってくるのではないかなっていうふうに思うんですけど、なんか今のお話をね、聞いてると、やっぱりこう、危機感を煽る背景っていうのが必ずあるような感じがしてて、はい、はい、はい。やっぱり危機を煽れば煽るほど、緊張感が高まれば高まるほど、うん、儲かる人がいるっていうことですよね、結果的に。世界、そうです、そうです。ね。いや、じゃなかったら、例えばね、そんなもんね、あんな親分ね、解雇するかっていう話です。そうでしょ、ないよ、そんなもん。ありえない。ちなみに今のあんな親分を解雇するっていう親分さんっていうのは誰の？首相ですよ。首相、うん、はい、はい。首相解雇なんかありえないわけで、そんなもん。あの方を解雇するっていうことが。当たり前ですよ。それはもう全国にね、支援者がありますよ。あの人にもね。いや、本当に。で、今まで尽力を尽くして一生懸命頑張ってこられた人ですよ、他でも。はい、どうでしょう、骨さえならができるかっていう話ですよ。要は骨さえならって言ったら、はいはい言うて、どないやっててできますか、儲かるからですよ。儲かんないならクーデターですよ。なんかもう全部、やっぱりそう見ると、今までのお話の中の流れも含めて、やっぱりショーみたいな感じですね、うん、全部が。いや、本当そう。いや、中華ね、結果ね、メディアとか、まあ民間ね、簡単に言うたら、分かりやすく言ったら、うん、メディアイコールが民間と。まあ、こう思ってるでしょ。ただ、じゃあ、そのメディアを支える人たちは誰を言ったら、あっちの人ですから。うん、でも、この民間が従事してるわけよ。民間従事しているところを、うまく利用しないと、そうでしょ、そうは思ってもらえないわけやんな。あのね、電話会談、この間やりましたの、一昨日やりましたの言うけど、しょっちゅうやってるっちゅう話で、実は。聞いてますよ、何を言うてんねんっていうね。それはもう、だいたい20回に1回電話会談をやりましたってよう言うわけやねんけど、国がね、放送報道でね。いや、そこに中止、えっていう思うわけやばい。しょっちゅうやってますやんっていう、こう話で。はい、いや、そうですよ。あたかも鎖国なような状態では全然ないですよ。当たり前ですよ、今まで。じゃあね、巻き戻して見てみてください、今まで。首相とか大統領、リーダー同士が会った時の表情とか、すべて見てみてください。全然険しくないですよ。そうですね。緊張感ないですね。この間はありがとうぐらいの勢いですよ、あれ。いや、本当ですよ。例えばね、本当に本当だったとしたら、じゃあまあ対談に臨みます。はい、ゼレンスキーさんやってきます。あのね、プーチンさん来ます。だとしたら、掴み合いの殴り合いなの。本当なら。本当じゃないやもん、だって。だからまあ僕、我々が知り得ないところの裏で全部ことは進んでて、まあ僕らが表で見せられている映像とか、まあそういったメディアの報道っていうのはほとんどが、なんか我々を洗脳するというか、まあ、いわゆるそういったこう民衆のいろんな心理をコントロールしていくための手段として使われてるってことですよね。じゃないともう稼ぎきらないんですよ。だからまあ中国のね、なんか台湾の侵攻とかね、台湾有事の問題とか、まあ、そこから派生して沖縄、日本っていうようなね、まあ、ちょっとこう右寄りの考え方の人たちとか、まあ、産経新聞みたいなとこってそんなことばっかりずっとこう新聞記事に書いてるんですけど、うん、なんかそういうのもこうバッと上がってきたまあ沈んでいってっていうので、
なんていうんですかね、この、まあ、使わない核みたいなもので、台湾有事とか、まあ、北朝鮮問題とかも含めて、やっぱりこうカードみたいにうまく使ってるように思うんですけど、これどうでしょうかね。そうやな、台湾有事。これはね、知らされている人と知らされていない人の問題なんですよ。みんなが知ってたら、ね、あんな風でもないわけなんです。こう知らされていないであろう我々が、まあ、騒ぎ立てるわけや。えらいこっちゃって言うわけだけど、知らされている人たちは、まあ僕の先輩なんかね、そうじゃないですよ、全然。普通です。だからもうね、気持ち悪いんで、要するに、やってることが、ずっとね、はい、いや、できてるやん。なんでそんなことを煽るのってなるじゃないですか。やりもせんことをどうして煽るの。なんでか言ったら、日本企業とね、例えば、まあ日本の部品メーカーとか、まあ、いろんなのがあるんですけど、うん、いや、中国さんが日本を攻撃する方は絶対しない。ただし、その当たり前に普通に考えたら、じゃあ、推測をね、起こせば、国民の皆さんがよ、いや、絶対横須賀助からないよね、と。岩国来るよね、と。ざまだって来るで、と。うん、佐世保かって危ないわ、と。はい。沖縄なんか絶対助からないじゃん、と。もし有事言うたら、で、これが中国だろうが、ロシアだろうが、ですよ、はい。対アメリカって、こんな思ってるよね。うん、で、こうなっちゃうじゃんって、こうな、思うよね。台湾だけにとどまるはずがないっていう考え方やね。どっからスクランブル組むの、ガムだけじゃないですよ。で沖縄からも真っ先に飛んでくるわけですよ。だとしたらこれ巻き込まれちゃうねっていうことでしょ。これは一般論やから。でもじゃあそんなことしたら誰が得しますかっていうことを探求していくと、誰も得しないよね。これ誰も得しないことを、あえて彼らが誰も得しないことするかなっていうこと。台湾問題でいうとね、一部の方で台湾と中国の問題っていうのは国内問題で内戦になると、もし中国が台湾に侵攻したとしたら、もともと一つの中国っていう考え方で、まあ、暗黙の了解で、まあ、アメリカも含めて世界各国はそれに相対してきたわけであって、となると国内問題に対して米国および日本の自衛隊が、まあ、そこに何らかの形で参戦するかというと、それは基本的に国際法上ありえないみたいなお話を聞いたことあるんだけど、これどう思います？はい、実際ありえたらあかんっていうだけですよ、うんね。ありえないんではないですよ。そうでしょ？ありえたらあかんことをや、まあ、日本も過去にやってるよね。ありえたらあかんこと。でもそれはありえないんじゃなくて、ありえたらあかんっていうだけの話ですよ。でもするかなってこう考えてみるとね、そんなことしないね、今ね。いや、本当そうですよ。まずある企業の、まあ、持ち株が偏った持ち株になっていますと、じゃあ揺さぶろうかとか、こんなんは平気でするんですよ。だから、まあ、ここでこれを続けれるだろうかって、こう続けたい人々とそうでない人の2種類がいるじゃない、はい、世の中でとにかくこう二分できるわけですね。でそしたらじゃあ続けない人は、続けたいなくない人は売るよね、そんなもん。あ、手放すっていうことですよ。だから続けたい人売るかなっていう、もう売らないよね。はい、それはもうそうやってね、脅すしかないんですよね。揺さぶるっていうことですよ。あ、大変な。あ、だから台湾は本当気の毒ですよ。かわいそう。揺さぶられてね、ほんでどん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 渡航した人がね、本土から渡航したので人が帰らずとどまってマンション生活を送るわけですよ。そんなもん気づいたら中国なんてマンチュー話よ。そうですよ。いや、本当そうですよ。例えばじゃあね、もっともっとね、過去のこと実例を見てみると、あ、インドネシアにオランダさん来ましたよと、350年間統治しましたねと。いや、これはちょっとずつ進んで現地で仲良して、現地の人とは受け入れられて、ほんな僕友達いてんねんで、どんどんその村2000人、はい、オランダから来た人5000人、はい、どっちの村ですかってなるよね。そうやんな。そんなとこが世界中にいっぱいあんねんで、それはどっちか言ったら、あ、僕たちが例えばその知識人やない社会乗っ取りよったって考えてるかもしれんけど、実はそれ乗っ取ってませんよと、受け入れられましたでっていう、こういう話やんな。あ、だから捉え方一つですよ、ほんまのこと。だからまあ、いわゆるこうね、武力を使ったことをせずとも、本来であれば中国が台湾を飲み込んでいくっていうことは、まあまあ、それは容易なことなんだけども、まあ、あえて、そうするというふうに見せかけていくことによって、はい、今のね、中国のこう指導部も含めて、何らかのやっぱり思惑があっての、ショーを仕掛けてるっていうことですよね、結果的に。あるんですわ。いや、あるんですよ、ちゃんとね。そこに一般大衆っていうのは、やっぱ踊らされていきながらね、危機感を一緒にのようになって、やっぱりメディアと一緒に煽っていくみたいなところがあったりしますね。ただね、僕がね、よくね、いや、まあ、危ないのもあるよ
ってこう言わせてもらうのは、はい、これなんで危ないこともあるかって言ったら、彼らと近って民間人なんですよ、軍部といえど、はい、分かりますね。なら例えば潜水艦同士がニアミスを起こしたと、もうテンパって発射装置を押してもたと、例えばね、はい、これニアミスなんだ、これ起こっちゃうからね、厳密に言ったら、うん、そうですね、これ封じれないので、はい、軍部としてもそうでしょ、はい、こういうことを僕は懸念してるんですよ、ね、ないとは言えんと、こうあるんじゃないかなっていうのはそこなんですよ。そうですね、で毎日日本海に40隻近くの、ね、潜水艦がうろうろしてるわけあるよね、これね。そうなってくると、まあ、そういったニアミスによる、まあ、危険性可能性っていうのは偶発的なものも含めてね、まあ、それは十分に起こりうるっていうところなんですけど、まあ、表向きというかね、まあ、基本的にはそういった大きな衝突になっていって、今のところ得する国は今どこもないっていうようなのがないない、建前上せなならんようになって、ボタンを押さなならんようになってしまう国もあるからね、やっぱり、はいはい、それはもうないでしょうと、結局それは地球むちゃくちゃにしてっていうね、だからそんなこと国連会議で何百回もやってるわけやから、通算ね、はい、ね、分かっとるわけで、今何を地球でしたらいかんかがちゃんと理解できてるんですよ、皆さん。それはないよね。だからせんじゃないですか、うん、あのロシアさんかって、はい、一発ポッカンで終わってたのに、なんであんだけね、車両持ち込んでやるの、ね、そうでしょう。いや、そういうことですよ。ありがとうございます。まあちょっとね、世界情勢については今のウクライナ、ロシア、ね、中国のお話の中から随分ね、やっぱりマルさんが日頃おっしゃってるようなお話の中でね、だいぶ見えてくるかなっていうふうに思いますけども、ちょっと次にね、ちょっと経済のことについてお伺いしたいと思うんですけども、はい。まあ今ね、そういった世界情勢の中で、今ドルが、まあドル高状態で、はいはいはい。ドルに対して円、元、そしてユーロ、パウンドまで含めて、まあ全面安状態で、なんかドルの一人勝ち状態みたいな、のに突入しているように、まあ、僕は見えてて、で、はい、まあ、日本もね、あの直近で言うと152円ぐらいまで円が進行して、日銀がまあちょこちょこ介入することで、まあ、140何円とかっていうのを乱高下しているような状態が続いてて、まあ、経済新聞とかも含めて日本の有識者はね、あの金利スプレッドの話をするんで、まあ、金利スプレッドの話はちょっと置いといて、それもまあ一部影響はしてるとは思うんですけど、まあ、今の動きを見て僕はそれだけではなく、まあ、世界情勢から絡んで、世界的にドルの一人勝ち状態になってるように僕は見えてるんですけど、まずはこの辺どのようにお考えでしょうか。これはね、まあ、アメリカ一旦僕の中では置いといてね、それは。はい、それで。アメリカはええよと、頑張ってくださいって、はい、ね。日本は今最大のチャンスが訪れてますよ。チャンスが、はい。円安の問題で言うと、まあ、懸念というかね、よくニュースに上がってくるのは外国人が日本買いをするんじゃないかとか、日本の土地が買い占められるんじゃないか、水源地が買い占められるんじゃないかとね。まあ、こういったこう論調がね、まあ、こういった時にわっとこう悲観論として出てくるんですけども、うん、これどのようにお考えでしょうか。これもう全然プーですよ。そんな僕に言わせたら、そんな買うてもうたらありがたいやないかと、全部買うとってもうたらいいねやと、はい、そうでしょ。同期もしこう権利書しか持って帰られんって。お金の悩み、人間関係の悩み、仕事の悩み、その悩んでる時がものすごい大事だと思うんですよ。今起きてる目の前の現状から延長線上で大体夢を描いてるんですよ。結果っていうのは過去じゃないですか。未来なんですよ。大事なのは夢を叶えたり人生変えるのは一旦この現状と切り離したところで自分がどうなりたいかっていうことを考えなあかんんです。だから苦しい時ってこうずっと指輪引いてるんですよ。的さえしっかり決めてたら、ある時限界が来た時にこの弓矢を引いてる手ってね、自然に離れていくんですよ。自然にですよ。これ皆さんの人生は思った通りになるんだよってことを今日伝えたいんです。たった一人の出会いで僕の人生は180度転換したんですよ。人生変えるのに1年あったら十分です。